おは、こんこん、アキです。今回もアーク実況やっていきたいなと思います。ASA。はい、というわけで、今回はね、天帝の洞窟攻略しに行きます。場所はここ。こんなとこ。まあ、外から見たら、こんな感じですね。はい。入り口があそこです。ではね、やっていきましょう。まあ、私はね、アークモバイルをやり尽くした男なので、まあ余裕かなと思います。さあ即死だけをね気をつければ、まあ、問題はないかな。ちょっと問題があるといえばちょっとそうですね、よし、剣がないっていうのはちょっと怖いんですけど、やっていきましょう。うわ怖え。普通のアークでも一応やってるんですけど、重たいな、やっぱこの洞窟は。こんなキャキャ言ってたっけ。よし、お、今んところは敵が、ちょ、めっちゃガクガクすんだ、この中めっちゃ超ガクガクする。敵いなくね。またはこれコウモリとかがいるはずなんだけど、いないね。いなかった、いなかったよ。私はこれを建築しちゃう。よいしょ。よいしょ。 OK。 そしてこれを置いて、ちょ、これ後ろ怖い。見えない。ちょっと足は広げようか。怖いわ、さすがにちょっと。すごい重たいな、この中。よいしょ。すげえ重たい。9。よし。重た。よし。あ、まあ、なんだ。そしてスロープを、スロープを、あれ置けない。よいしょ。スロープを置くだけなんだけど、もちろんね、あの落ちたら即死です。よし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 、これをね、よし、完璧。よしよし、ちょ、ここは怖いけど、ちょっとどうしようか。なんか、なんかあるか、なんかできるか、これできるか。よし、お、これいいか。よし、はい、これでね、あの攻略終了です。ここあったわ。いや、置けへんか。気持ち程度に。ここ注意してください。あ、やだやだ。ま、私はね、死んでるか、死んでるか。死んでるか分からん。怖え。わあ、これねー、アークモバイルでもあったわ。
これ取ったら襲ってくるんですよね。やばいやばい、ちょっとストップ。挟まった挟まった。タイス。オッケー。ほっ。引っかかってるね、やつらも。やつらも引っかかってると。ゆっくり行こう。ゆっくり行こう。バレてるけど、あのアーティファクトで。痛い。ちょっとストップ。ここ、ちょっと。やだ。死にとうない。バカ野郎。うわ。危なかったぜ。危なかった。緊張した。まだ油断できない。まだ戦闘別アームが鳴ってるんですよ。まあ取っちゃおう。アーティファクト。写真撮ったね。写真撮ったら。フォトモード。よし。超カメラ目線。ほっ。よし。オッケー。これでオッケー。サムネイル。感じですね。取ってこっからよし、はい、これでね敵湧かなくなります。よし、ここはちょっと、ね、戦闘 BGM がずっとなってる。とう、まあ、よかったな、レベル低いやつらしかいなくて。まあ、帰るまでがね、男女攻略なんで、ほんと、まっすぐと、右に湧いてるんですよね。なんかすげえな。帰るもんね。バイバイ。よいしょ。はあ、危なかった。このスイッチ。危なかった。はい。というわけで、今回は、天天の洞窟攻略してみました。皆さんよかったらね、天天の洞窟攻略してみてください。思考の剣とかあればね、もっと楽に倒せると思うんで、皆さんも頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。バイなら、バイバイ。